こんばんは。今回ご紹介する天体は、前回に引き続きジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による初めて直接撮影に成功した系外惑星の HIP-65426B です。それではその系外惑星 HIP-65426B とはどんな惑星なんでしょうか。一言で言うと、既存の考えには当てはまらない常識破りな珍しい惑星と言われています。まず基本的なデータとして、今回の赤外線波長観測によって半径、質量、表面温度が見積もられました。他にもこれまでの観測で固体のコアと主に水素ガスの厚い雲の層で覆われた非常に埃の多い大気を持っているとされています。チリからなる天文台の超大型望遠鏡 VLT の分光偏波高コントラスト系外惑星研究装置スフィアアスペクトル検査によると、木星に似た水蒸気と赤みを帯びた雲の存在を示しています。岩石の表面がない巨大ガス惑星です。それじゃあ人は住めないね。でも木星みたいなガス惑星というだけで、どこが常識破りで珍しいの？最大の特徴は惑星の成り立ちにあるのよ。恒星から HIP-65426B までの平均距離は92から100AU。 私たちの太陽系に当てはめると、海王星までの距離 30AU の3倍以上。その公転距離を約630年かけて一周しています。 Wait a minute、 さっき表面温度が1000度以上あるって言ってなかったっけ？そうなの、海王星よりも遠いのに、なんでそんなに暑いのか不思議でしょ。それと HIP-65426B の不思議なことは、その年齢にもあって、惑星が生まれた年齢は約1500万歳から約2000万歳と考えられています。地球の年齢45億歳と比べると非常に若くて、今回のウェッブ宇宙望遠鏡の観測で推定1400万歳とも言われています。それだけ生まれて間もない惑星だと、惑星形成の残り物でできた星の周りの塵の輪や遠方の惑星に見られるガス円盤があるはずなのね。スフィアー装置で観測されたもの全てを含め、1400万年前の星系には円盤の残骸が観測されています。それなのにこの HIP-65426B は比較的軽く遠い惑星で、しかも生まれたての年若い惑星であるにもかかわらず、なぜ表面温度が高く塵やガスの円盤が存在しないのか最大の謎なんです。答えは全然わからないって感じ？そんなことないよ、答えは主星の方にあります。恒星 HIP-65426 はスペクトル A2 型の白色主系列星で、半径も質量もほぼ太陽の2倍、表面温度は約8600度と特に変わったところはないんだけど、唯一謎なのが自転する速さが太陽の数十倍と高速回転しているんです。その速さは12倍から150倍と言われるほど、同じように速く回転している他の恒星は連星系にある一つだけ。単体の恒星がなぜどのようにしてこれほど高速回転できたのかについては未だ説明困難なんです。そんな事実をもとに仮説を立てると、惑星 HIP-65426B ははじめ恒星の近くで形成され、高速回転の主星によって外側に押し出されたのではないかというものでした。その過程で数々の天体を飲み込み、今の位置に至ったという考えです。そうなると遠方にあるのに高温なのもうなずけるね。今回の赤外線での観測成果で系外惑星の謎がさらに解かれていくといいね。それでは今回はこの辺で。 Let's meet again next time. Bye bye, bye, bye.